だってこっちの方絶対火起きないんですよ。いやー、炭置かしてもらおうか、こそっと。いや絶対そうしたら最強だよな。 これ知ってたんですよ、このタイプあるの。そうすれば炭だいぶ減れるじゃないですか。立ち上げも楽だし、で安全だし、もう最悪お客さんいなくなったら火消せるんで。知ってたんですけど高えよなと思って。こんな感じで巡り合うとは思いませんでした。ああ、いいっすね。これだったら、だいぶ尖ってるところが焦げついてきてるんで。ちょっと一緒ですね。こっちでも焼けない。いや、こっちで皮焼けないよな。ほら。これ炭置けないですもんね。炭置けないです。あっちで炭置けないってことですか。あのあっちは網を下に置いていただくと。網ありましたね。はい、その上に炭を置いてます。なるほど。これ網置けないですか。まあ、置けなくはないです。ですよね。この上に乗る。まあ、それやるとあまりこれ。構造自体あまり意味ないものになってしまうと、それならこっちの丸筒の方がでしょ。そこからあっちのあっちのこれ作ってください。いや絶対そっちの方がいいっすよ。あるもんだと思ってたんで。いや、あれないんすか。あ、今はないです。いやこれは。どうしよう。でももうこれしか選択しないっすよ。絶対こっちの方はさっきよか美味しいですよ。もったいないで消しましょう。